にちは。風船愛国会です。今日のお題の材料ですが、260、246本、6本ね。で、足のところつける、これ5インチなんですけど、4箇所、これ薄い紫色ですね。では行ってみたいと思います。どれぐらい膨らませるかと言いますと、まずは、10センチじゃちょっとですね、12センチぐらい残してほしいですけどね。まず背もたれの部分からいきますね。お、結ばれてませんでしたね。すいません。よいしょ。これですね。はい。ですね、まずはピンチツイスト。それでですね、12センチぐらいかな、これぐらい。で、ここにもピンチツイスト。そして、これ、1本で編む編み方なんですけど、スペーサーをこう入れましてですね、ここにもピンチツイストを入れますね。それで下に降りていきます。12センチですね。それでここにもピンチツイストを入れまして、こいつとこいつをつな、ぐんですね。どうやってつなぐか、これを入れて、で、入れて、こっちに行くのか、いうことですね。どっちみち同じなんで、戻りますね。で、できれば抜いて、下を通してという、こういうことですね。それで、こっちにピンチを入れて、あ、ピンチじゃない、スペーサーを入れてですね、こう下がるんですね。なので、ここにピンチツイストを入れまして、で、下に下がりますね。で、12センチ、よいしょ。ここでまたピンチツイストを入れまして、で、やはりここにも戻るんですね。で、スペーサーを入れまして、で、先ほどと同じように抜いて、それでです。お、ちょっといっぱいになってしまいました。スペーサーを入れまして、ピンチツイストを入れまして、下に降ります。いっぱいいっぱいになってきましたね。抜きましょう。よっ。
これで箱に新築したでも何としてもいいんですが、つなぎましょう。まずね、次のを用意しまして、ほらよく、これまあそんなにいらないですね、残りですから。ですね、まずここに絡め、こっから入ってますね。それで、スペーサーを入れましてですね、でこの先っちょでピンチキュートね、でそこにこれを絡めて、それで、1,2,3,4 もう一つ作ります。で最後のこのピンチツイスト作りまして、下に折ります。12センチ、それでピンチツイストを作りまして、それでスペーサーを入れてこっちに戻って、それでここにもう一度戻ります。それでですね、これを上にこう通したんですね。こんな感じですね。で、まず切ってしまいます。でこういう風になってる部分がですね、下の方に隠してあげて、見えないようにしてあげてくださいね。では本体のところに行きましょうかね。ですね、これで12センチぐらいですかね。入れすぎちゃいましたね。なんですかね。ちょうどですね、カゴを編むような感じなんですが、最初にピンチツイストを作ってですね、15センチくらいかな。
中3センチぐらいですかね。中3センチですね。それでピンチツイストを作りましてですね、アーチ状にこう入るんですね。要するにこれがこう肘掛けになるんですけども、こういう形ですね。それで、進んでいきますが、まあ、どっちを前にするかなんですが、先ほどのこれですね、これのちょうどここにこうはまるように、これをちょっとスペーサー側に使うんですね。なので、これか、こうはめました。ややこしいですね。ここにもう一つ、この、ここ今ここから出てるんですけど、もう一つこれをはめてあげます。それで、同じ長さで入りますね。中3センチですね。ちょっと開始の感じとこのスペーサーの感じが違うんですが、こっちは一緒なんですね。こういうふうにしてスペーサーを入れてこう折っていく。よし、13センチ。でこちらのスペーサーが、このピンチツイストなんで、同じようにここで絡めてやる。それでこれが先ほどのやつが、ですね、あ、そうか、こう、あ、いいか、ここで戻って、編み物、かごを編むようにこれを転がしてこう入ります。それでこのこれですので、こちらは普通にスペーサーを入れて、で13センチ。こっち側ですね、ちょうどこの、分かりますかね、これとこれの間にここが来てるんですね。だからこれの下のピンチツイストをこれのスペーサーに使うんですね。だからこれと次のこれですね、これの間のスペーサーがこの、これの下のスペーサー、あ、違う、スペーサーです。ピンチツイストでこれを使うんですね。で、同じくもう一本の方もそうやってここに戻ってくるんですね。13センチ。
それでこっちは、バールボディで両両で転がしてはめる。よし。で13センチ、で13センチ、ここに。で、1、2、3、4、5だから、これが横にはじ、これが ここに入るんで、2、3、4、あと2つですね。でこれ足りませんから足します。よし、同じぐらい膨らましていただいて、最初からここに結んでしまいます。で余分は切ってしまいますね。それで、次のがもう来てますんで、これが13。よし。で、このスペーサーを入れて、13。それで、ここで1、2、3、4、5とできたんで、こう最後なんで、こっちのと一緒でピンチツイストを一つここに入れておきます。まあ後でやってもいいですか、安定最初にやってた方がやりやすいと思いますね。それで、13センチで前に行って、よいしょ。それで このスペーサーをこう入れてあげて、ね、それでこれが最後のやつで、ここで13センチですね。13センチで、よし。で、このピンチに、このピンチに絡めて、おしまい。
裏側1,2,3,4,5,6 表側も1,2,3,4,5,6とできたんで、ここにこれと同じピンチツイストを入れて、これでこれをこれと同じですね。要するに椅子としては、ね、こう、椅子としてはですね、こう、こっちがいいか、こういう感じ、どっちだ、こうか、こういう感じなんですね。で、ちょっとね、細かいところを、整えてもらって、で、まあこれだけでもいいってはいいんですけど、この足をねつけて、でそのためにはこう5インチのね、これでちょっと足をつけてあげようかなと。いいよとですね、6センチこれぐらいがいいと思うんですけどね、これですね、いきますよ。下にあるね、あると置けるといいんですけどね。ということで作りまして、ここにこういう感じですね。
ということでですね、まあ例えばこれ平らじゃないですね、平らなやつ、これでお分かりかと思うんですけども、こっちの方かな、こういう感じですね。当然のことが自立するようになっております。で、こういうこと、これでいいな、はい、ということで、椅子、長い椅子、最近は長い椅子なんて言わないですよね。ソファーとかって気取って言いますけど、完成、藤原公開でした。またお会いしましょう。